皆さんこんにちは。ウルトラマンデッカーで浅影雄一郎役を務めます小柳優です。よろしくお願いします。はい、僕12年前にウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国というものに出させてもらったんですけど、そこからのつながりで今回オファーを受けまして、で現場に入ったらびっくりすることに同じスタッフさんもいらっしゃったりとかして、でそれでやっぱその場を守り続けてくれてるっていうのに本当に感動して、やっぱりあこれはなんかそういう方々に僕は何ができるのかって考えたらやっぱり芝居だなと思って、芝居をどうやって、まあ、この作品というか僕の役をちゃんと広げることができるのかっていうことをすごく心身頑張りました。はい、今回、浅影雄一郎という、まあ、TPU に所属する科学者の役なんですけど、浅影です、まあ、僕、まあ、普段ちょっとチャランポランなのでちょっと科学者というのが難しいなと思ってたんですけど、この12年間で培ったものを少しでも出せればなと思いながら、ガッツセレクトの皆さんとは、まあ、時に厳しく時に優しく、まあ、接するという感じです。よし、そうなんですよね、 D なんですけど、まあ、ちょっといろいろ考えてみたんですけど、でかい以外にちょっと思いつかなくて、比べるものがないので何とも言えないんですけど、187センチありまして、プロフィール上なんですけれども、最近30歳を超えまして2センチほど伸びまして、今189センチあるんですね。なのでちょっとプロフィールの方を更新していただいてます。はい、はい、今やるしかねえは水の入れ替えですね。最近僕サボテンの水栽培を始めまして、はい、本当水の入れ替え今やるしかないんですよ。帰ってやらないといけないんで早く帰りたいなとは思ってるんですけど、本当今やるしかねえって思ってます。はい、なんかこの作品で変われたので、この変わった姿をぜひ見ていただきたいなと、まあ、それに伴って、ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国、あ噛んじゃいますよね、の映画も見て、こちらも見ていただけると、デッカも見ていただけると、また新しい違いが見れて面白いと思うので、ぜひ、見てください。ウルトラマンデッカ放送開始まであと5日。明日のカウントダウンメッセージは AI ユニット HANE2 が登場します。お楽しみに。